Thank you.
実はあの、今のこのハーモニカのT が G のハーモニカなんですよ。で石橋楽器で安く売ってたもんで、1200円って書いてたんで、あのてっきりあの、消費税で 10% やから、あ、消費税込みで1200円かなと思って買ったら、しっかりその上に消費税乗せられて1210円で買いました。で、あのメーカーがなんかどうも中国のメーカーなんだけど、その安いハーモニカが2本目だったんですけど、なんでこれ G のハーモニカを買ったかというと、この曲の、ハーモニカ入れたいなって、これ人間の証明のテーマという歌なんですけど、最近は人間扱いされてない気がする。いろんな場面で職場とかであるんで、自分は人間であるっていう証明をするために、最近あの上下真中の人間の証明を歌ってるんですけど、 G のハーモニカで、これあのこのハーモニカね、安いせいかこう本当に G かという感じなんですよね。あの、僕ハーモニカ4本持ってるんですけれど、トンボのメジャーボーイの C と、スズキのハーフマスターの A と、でこの中国製の前 E コータかな、 E コータで G コータで、その安いハーモニカってこれ本当にそのキーかっていうのを感じさせるようなものを感じさせられますね。あのやっぱそれなりにこういい楽器っていうのは、なんか自分自身を導いてくれる感じで、なんとなくやっとって何も考えずにやってても成立する時があるんですけど、やっぱり何だろうな、安いものは、自分がこう実力が試させられるなって、そんな感じがしますね。で、お酒の話になるんですけれど、皆さんハイボールっていうのはよく飲まれますでしょうか。あ、この話やめとこう。ある日、何やったかな、洗濯機壊れた話もういいかな。あと時間、そんな残ってないかな。じゃあ次の曲いきましょうか。でも風が来るから僕はね、これは人の歌やからあれなんだけど、自分が作った歌も覚えれないんですよ。だから覚えれたらいいんだけど、飲み次行こうぜ。なかなか安定だね。風が来るから止めとかで、目玉クリップって言いますわ。目玉クリップって止めとか。じゃあ、何これ、これか。次、尼崎の悲劇というもう言われてない、靴下ばあさんの子守歌という、まあ、詳しい話が、あとは実際に僕が、体験した、大体体験談なんですけど、歌は。じゃあ靴下ばあさんの子守歌聞いてください。ハーモニカが取れたのストレスフリーなのか。
そして悲劇が
て置かれ続けられたのさ。決まってるだろう。靴下靴下ばあさん、なのさ。長いので今日はやめときます。ラストとかもう尺もあんまない時間なんで短めに行きますね。いいなよ、あとはよろしいようで。パン屋の姉ちゃん、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 パンがなかったら、パンがなかったら、パンがなかったら、ヘイヘイヘイ、パンがなかったら、ヘイヘイヘイ、パンがなかったら、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 パンがなかったら、ノー、ノー、パンがなかったら、ヘイヘイヘイ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 、ノー、ノー、ノー、パンがなかったら、ノー。ノー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 パンがなかったらノーノーパン。気持ちというか。ありがとうございます。ただメンタルの若干ミーという名前なのでYouTube やっておりますので、また、お暇があれば、お見事のお仕事はいけます。ありがとうございます。ジャンガルデイさん、